日本長野県松本市、出川町、出川町は、長野県松本市の市街地南部に位置する地名。定番を持たない、単独町名である、住居表示実施済み。郵便番号は390-0826。東側に、田川が流れており湧き水が豊富で、地名も、このことから来ている。貨物扱いも行う南松本駅の東方を占め、JR 貨物の貨物施設、 多賀神社、南部公園がある。出川通りなどの大きな道には商店が見られるが、住宅が中心の地区。中央を通る出川通りは、交通量が多い割に整備がされていない。北側には山彦道路が通っている。南部公園脇の宮田前踏切は、塩尻までの中央本線を介して、松本、長野方面へ向かう旅客列車。 そして南松本駅までの貨物列車が集中するため12時間のうち4時間遮断機が降りており、地元では開かずの踏切と呼ばれている。立体交差化が都市計画決定されたものの、長野県の財政が悪いため凍結されてしまった。その代わり、現在設置されている歩道橋にエレベーターを設置する計画と、踏切の歩道部分を拡張する計画のどちらかを実行する予定である。 江戸時代には、出川組の中心地、出川町村であり、北国西街道が通り、町場が形成されていた。歴史の古い民家が多いのも特徴である。2018年10月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。ありがとうございます。